ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発佐々木。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。インサイド落ちました。いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。スライダー外れます。打ちました。バッターは2番に入っている島内。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックス浅村、ツーアウトランナーありません。初球打ち、打球はレフトへ。さあこれからライオンズが守備につきます。そしてマウンド、バッターは吉田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ストライクインコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。引っ張った。バッターは DH 鈴木。田島、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは田島、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。改めてお聞きします、バッターボックスの亀井、どういうバッターなんでしょうか？まあ、パワーとテクニックを兼ね備えた。バッターさあ、そして打席には松田が入っています。さあ一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った。2回になります。ライオンズの攻撃、バッターボックスは4番吉田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0です。際どいところ見送っています。内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。これが3球目。引っ張った。バッターボックス相川。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球ボール。さあ2球目は何か。ファウルになります。引っ張った。バッターボックス大山、ツーアウトランナーありません。インサイド変化球決まっています。次が2球目。引っ張った。2回の裏になります。ジャイアンツの攻撃、バッターは5番村上。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。2球目は何で来るか。バッターは6番浅村。田島、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。ノーボールワンストライクです。インサイド落ちました。さあ3球目は何か。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている相澤。ツーアウトランナーありません。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。
ライト方向を流しました。3回の表、7番から始まるライオンズの攻撃。源田が打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。次が3球目、打ちました。バッターボックス鈴木、佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。バッターボックスには指名打者の中川、ツーアウトになっています。この回の佐々木、4球でツーアウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。膝元へ変化球が決まります。ライト方向を流しました。これから3回の裏、ジャイアンツの攻撃。打席には1番バッター山本。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても外の球打った。バッターは9番に入っている源田。田島、まずは先頭バッターを打ち取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。今はよく見ましたね。膝元、変化球がわずかに外れています。ボール先行です。三塁線、得点圏にランナーを。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、二塁ランナー帰ればサヨナラという場面。まあランナーワンヒットか。ライオンズピッチャーが変わります。一打サヨナラの場面。に追い込んでいます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。このチャンス。さて、バッターの鈴木、どういうバッターなんでしょうか。ミートが上手い上に大きいのを持ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。そうですか。インサイド打った。見ました、ボールです。次が4球目、ふわふわっと上がった。回は4回の表に入っています。ライオンズ打順よく1番から始まります。さあ、打順はトップに帰って山田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。これが2球目、ストレート打った。さあ、そして打席には島内が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。ストレート打った。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。打順は3番亀井。いや、さっきのツーベースも見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。外れました。打ち上げた。高め打った。フェアならちょうどになってたかもしれませんね。そうですよね。変化球打った。さあ、そしてバッターボックスには松田が入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続く。ストレート打った。帰った帰った、さよなら。4番の仕事を見事に果たしてくれました。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なさよならで勝利しました。
延長での